落ち着いて話していこうかなと思います。っていうのもね、最近声張りすぎて声がちょっと疲れてるから、ちょっとね落ち着いて話していきたいなと思うんですけど、今回はねタイトルにもあった通り、黒い砂漠の女性と検索して出てきた人たち、これをちょっとね僕が顔出てる人でエッチするならいくら出すっていうね、そういう動画出していこうかなと思います。で、設定金額としては0から3万円かな。だって普通それ以上出すってことあんまりないでしょ。いや、わかんない、これ俺がすすきの育ちだからかもしんないけど、すすきのでそういうお店行って、そこまで高い店ってない、ね、ないんで、ちょっとねそれでちょっとね金額をつけていこうかなと思います。で、まあ早速ちょっとね、俺もね、さらさらっとね、何人かいたからこれ動画にしようと思って上げてるだけなので、正直どれだけの知名度があるかっていうのもわからないので、今回ね、パソコン見ながら話していくことにはなると思うんですけども、よろしくお願いいたします。ってな感じで早速検索してみましょう。で、黒い砂漠を検索して出てきた。お、小走りっていう人が出てきてますね。この人どうなんなんだろうね。ちょっとじゃあ小走りで単品で検索かけてみよう。さらに。お、あーこんな感じか。小走りっていう人は普通の YouTuber っぽいです。YouTuber でサブチャンネルで黒い砂漠についてね、ちょっと話してたみたいですね。なんかキャラメイクとかしたみたいですね。でそれでヒットしたっていう感じですね、検索で。でこの人自体は普通の YouTuber でなんかファッション系やってるな。俺知らなかった、この人。うん、俺より全然登録者多いけどね、65万人ぐらいいるねこの人で。なんか更新してる内容的には、さっきも言ったけどファッションとかなんだけど、あんまり面白そうではない。俺は多分見ない。顔ちょっと見てみよう。普通に開いてみるわ。あー、こういう感じで、なんかサムネとやっぱイメージ的にはあれなんだろうな、なんかちょっと違って、すごいザ韓国意識してますみたいな感じ、韓国意識してますみたいな感じで、俺ちょっと苦手なタイプ。俺は韓国好きなんだけど、それを意識した女性っていうのはね、あんまり得意ではないんですよ。で、まあね、顔とかはね可愛いかもしれないけど、僕はこうタイプじゃないな。これいくら出す？出してこういう感じの人か。8000円かな。8000円ですね。8000円です。おめでとうございます。っていうところで8000円で僕とエッチができるっていうことです。まあそんな感じでね、次の方行きたいなと思います。次出てきたのがね、野々宮美香っていう人。野々宮美香、この人も単品で検索してみようかなと思います。野々宮美香、黒い砂漠検索。うわ、もう最初からなんか YouTube のあのアイコン、あれがもう水着で、正直男性を狙って意識してる、体で男性を意識してるって感じで、もう俺この時点でだいぶ嫌いですね。そういうなんかそういうのは好きじゃないな。普通の動画見てみるか。あ、でも結構ね、思ってる以上に黒い砂漠更新してますね。ちゃんとゲーム実況やってるみたいです。結構ね分数も長い、1時間ぐらいとか普通に更新してるみたいです。でこれ多分寝巻きかなんかでやってて、ちょっと自分可愛いでしょみたいな感じで、なんか耳猫してるようなやつで、僕は正直気持ち悪いなと思いました素直に気持ち悪いなと思いましたいや、なんだろうな、ちょっと蚊に触る、品種買うっていう感じかな。え、この人この人、5000円かな。5000円ですね。おめでとうございます。5000円なんでしょ。
これ5000円だな、ちょっときついな、次きついな、この人きついな、ちょっと、うん、ちょっと悪のいっていうのがねポイントかな、俺がちょっと無理かなって。アイコンがね水着っていうのがちょっとね女の強さっていうのを使ってるよね。まあ、それはね いいことかもしれないけど、なんかちょっとねずる賢しそうに見えて嫌だな、うん、あんまり動画見てないから偉そうにはあんまり言えないけど、パッと見ね、パッと見この人はあんまり俺は好きになれないって思いました。次に出てきたのが、うんとね、西野七瀬っていうのかな、多分読み方合ってるかな。この人がね、なんか黒い砂漠のモバイルで、リト様が リトールサマーっていうねキャラクターが実装されたんだけど、そのリトルサマーのねなんか実写化みたいなやつで出てた人みたいですね、この人。え、でこの人はパッと見今まで小走りさんと、あとは野々宮美香さんって出てきたけど、多分その人たちよりは俺はタイプだけど、付き合うか付き合わないかとか考えたら多分付き合わないような顔。俺藤田ニコルンが好きだからさ、ニコルンみたいな顔が結構好きだったりとかさ、あとキャリーパンパンとかああいう感じが好きだから、なんかちょっと違うな、タイプと違う。まあただね、普通にパッと見は可愛いな、可愛いかな。あ、西野七瀬って読むのかな、七瀬か。あー、この人はあー、なんか今動画サラサラつけてたんだけど、ぶりっ子自己紹介とかやって、あー、ユンちゃんと被るな。あーあー、この人か、この人は1万円出しましょう、1万円出しましょう、イエーイ、おめでとうございます。なんか意外と疲れるな、3人紹介しただけで結構疲れますね。っていうか俺この人たちあんまり知らないから、もしなんかね分かることあったらコメント欄にね書いていただいてければなと思います。そしたらねちょっと俺も関心持って意外とね見るかもしれないんで、この人はねこういうところがいいんだとかって、お前分かってないだろってアンチしたい。そしたらねちょっとだけ見るよ、うん、ってな感じでね、ちょっと今回女性に金額をつけてみました。一番やっぱ高かったのは西野七瀬さんで、2番目が小走りさんかな、次が野々宮美香さんっていう流れになりましたね。でまたね、なんか他にもさ、なんか実況しててこの子の値段つけてくださいっていう人がいればね、あのコメント欄に書いてくれれば金額バーンって出そうと思うんで、コメントしていただければいいなとは思います。ってな感じでね、今回普通に動画を撮ってみました。あ、あと一つだけって、あと一つだけ、オチとか何も関係ないんだけど一つだけ言わして。俺言うとくけど体重ね60キロ以下だから、168センチあってね、てな感じで終わりたいなと思います。てな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。